キータロー少年の妖怪絵日記は、影山リーチによる日本の漫画作品。ウェブ連載を中心としていた、影山の商業出版デビュー作。2016年4月にテレビアニメ化が発表され、同年10月より5分枠の短編アニメとして、東京 m x ンテレビにて放送。自称、霊感美少年のキータローが、とある事情で実家の離れに追放されたことから、 妖怪たちと知り合い、創造しくものんびりとした日々を送っていく。1話ごとにメインの妖怪を据え、その妖怪を紹介するような形で進行する1話、完結型の作品。この本編の他にメインキャラや物語を深める緩和があり、本編5話に緩和1話を一つの章として進行する。もともと、携帯電話での閲覧専用として作者が模索した、携帯で読むための漫画のため、 原則小回りのない1ページに1つの絵で、吹き出しを排したタイトルの通り絵日記のような独特の形態をとっている。作者のサイト、モルモルテイで連載されていた、キータロウくんの霊的な日常の続編にあたるが、時系列としては前の話となる。漫画ごっちゃのみ、他の掲載サイトよりには先行して公開されている。家の蔵に忍び込み、いたずらを働いた。 少年キータローは罰として本宅から離れに追放される。念願の一人暮らしと気分を変えようとした彼はそこで一人の少女と出会った。彼女は自分を離れの主と名乗る。影山理事、キータロー少年の妖怪へ日記、マイクロマガジン社、マイクロマガジンコミックス、期間13巻2016年10月から12月まで5分枠の短編アニメで放送された。 1> 第1話のみ、ナレーションを、狭間道夫が担当する。2017年1月27日に dmm.com より DVD およびブルーレイが発売。それぞれ OVA1 話を追加収録。CP u ナイテッドフィーチャリングキー i t 少年の、妖怪家日記バーナード城曰く。 のタイトルで2016年10月7日から12月30日まで毎週金曜日23時30分24時にラジオ関西アニタマドットコム枠で放送された。出演は平沢、久吉と長縄マリアと市木光弘。ありがとうございます。